答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、子育て悩み応援相談員の阿部です。本日はですね、男の子の育て方 KY じゃない男の子、以前の動画で KY、 男の子は KY な傾向があるというお話をしたと思います。じゃあそれをですね、克服というか、もともとコミュニケーションで 65% はこの非言語コミュニケーションと言われています。例えば言葉のやり取りだけじゃなくて、表情を読み取ったりとか、その場の空気を感じたりとか、その人の動作で何かを察したりとかっていうことですね。じゃあこの 65% も占める非言語コミュニケーションが男の子が苦手で、これすごく損することって多いと思うんですよ。じゃあそれをどう対応していくか、まずに空気が読める、これも簡単で、ジェスチャー遊びしてみてください。15分間、もう1日15分が大変であれば1日5分でもいいです。言葉のやり取りをなしに男の子、子供とですね、やり取りをしてください。でも子供はですね、じゃあ言葉なしでやろうねなんて言うとつまんないんです。じゃあジェスチャー遊びしようよっていう、何々をしないじゃなくて、こんな遊びっていう提案をすると子供はやりたがりますので、ジェスチャー遊びとか、今お母さんどんな顔って言って、怒った顔とか笑った顔とか悲しい顔とか、相手の表情を読むっていうようなですね、トレーニングしていただくとすごく楽しいと思います。本当に簡単なワークですので、ぜひやってみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。